日だもんね。私、1週間前から楽しみにしてたよ。にしてもまさか本当に学食がビュッフェになるなんてな。つぐみから聞いた時は本当に実現するのって思ったけどね。月に1回だけだけど、みんなが少しでも喜んでくれたら嬉しいな。私はすっごく嬉しいよ。スイーツもたくさん種類あるし。クラスでも普段お弁当なのに今日は学食行くって人多かったよな。これもつぐ神様とひな神様のおかげじゃ。なむなむ。あ、でもね、このアイディア、ひまりちゃんもすごく協力してくれたんだ。あれ、そうだったのか。そうだよ、スイーツは私のアイディアなんだから。おー、ひま神様、なむなむ。もっとうやまいたまえ。みんなくだらないこと言ってないで早く取りに行った方がいいよ。なくなりそうなやつとか結構あったし。え、本当？っていうからいつの間にかすごい取ってきてる。別にこれはお腹空いてただけだから。いや、美味しかったな。ごちそうさま。ともえちゃん、デザートはいいの？ケーキとかも食べ放題だよ。ちょっと食べ過ぎたからデザートまでは入らないかな。いろいろあるのにもったいないって。ミルフィーユでしょ、モンブランでしょ、それにミックスベリークレープもあるんだよ。ひまり詳しすぎ。なんてったって私が提案したからね。でもさ、ひーちゃん、そんなに食べて大丈夫なの？え？全然平気だよ。ほら、甘いものは別腹って言うじゃん。そういうことじゃなくって。ひまり、最近学食のケーキ毎日食べてるよね。通常メニューに追加されたやつも制覇するとか言って。そうだけど？私、もしかして太った？いや、まだ大丈夫だとは思うけど。ともえ、どうしよう。って、全然聞いてないし。別にそんなに変わってないだろう。これから気をつければいいんじゃないか。そんなにってことは、多少は太ったかもってこと？ひまりちゃん、心配しすぎだよ。はあ、こんなことなら学食にスイーツを置いてほしいなんて言うんじゃなかった。でも喜んでる人もたくさんいるよ。生徒会のアンケートでも評判いいし。そりゃそうだよ、だってすっごい美味しいもん。だから食べ過ぎちゃうんだよ。はあ、ケーキは食べたいけど太りたくない。けどケーキは。おい、ひまり、大丈夫か？ケーキをめぐって天使のひーちゃんと悪魔のひーちゃんが戦ってるっぽいね。決めた。今日から私、食べた分だけカロリーを消費する。今まで以上に部活もバンドも勉強も頑張るの。ほら、そしたらいっぱいカロリー消費するだろうし、これならケーキを食べる量が少し増えたって問題ない。はず。そういうものなの？そういうものなの。まあ、頑張ろうって思ってるみたいだし、いいんじゃないか。やる気があるのは悪いことじゃないと思うし。ひまりちゃん、頑張って。任せといて。そう、すべては美味しいケーキのため。やるぞ。私ですか？
今からちょっとジョギングです。あ、別に体を鍛えたいってわけではなくって、カロリーを消費するためなんです。理由ですか？ちょっと恥ずかしいんですけど、実は最近ちょっと食べ過ぎな気がしてて、なのでこのままじゃいけないと思って一念発起です。食べ過ぎの原因ですか？よくぞ聞いてくれました。その原因はズバリ学食のせいなんです。というのも最近学食がちょっと変わったんです。月に1回ビュッフェ形式になったり、スイーツを置いてくれたり、結構種類もたくさんあるんですよ。ケーキとかシュークリームとかクレープとか。だからついつい取りすぎちゃって、もともとひな先輩が学食が地味だよねって言って、私もクレープとかあったら嬉しいですねなんて話したら本当に実現しちゃったんです。なので結局原因は自分にあったりもするんですけど、でもすごいですよね。私行ってみただけで本当に実現するなんて思いませんでした。ひな先輩やつぐ生徒会の人たちが頑張ってくれたおかげですね。生徒会なんですけど、学食の他にもいろいろ新しいことを考えてくれてて、例えばお昼に流れる曲が生徒投票のランキング形式で変わるんです。この前はアフターグローの曲が流れたんですよ。あれは嬉しかったですね。しかもお昼の放送でカオル先輩のコーナーができたんです。もう最高ですよね。ひな先輩が生徒会長になってから、なんだか生徒会が身近に感じるようになったんですよね。ほらひな先輩って結構誰にでもグイグイ行くじゃないですか。だからみんな相談しやすいんじゃないかなって思います。なんだかもうまた別の企画を進めているってつぐが言ってました。どんな企画なのか今から楽しみです。でもきっと私たちが思いつかないようなすごいことなんだろうな。だってあのひな先輩が考えてることですよ。あ、長々と話しちゃいましたね。ごめんなさい。それじゃあ私もそろそろ行ってきます。よーし、頑張って運動してたくさんケーキ食べるぞー。